聞こえましたね。はい。それでは、いいですかね。はい、もう押したのでありがとうございました。じゃあ今日は、第3回ということで、今レジュメ配ってもらってますが、第2回がね、ちょっとバタバタして、予定より少しだけ遅れているので、今日はスピードアップしていきたいと思います。で、今日お話しするのは、まあ、前回人権の、類型、権利の、なんていうんですかね、カテゴリーっていうかですね、まあ、いろんな権利を、どういうふうに分類するのか。で、分類っていうのは我々社会科学にとってはとても大切でっていう話はしたと思いますが、まあ、勉強の対象、研究の対象のですね、オブジェクトを、まあ、いろんな観点から見て、で、クラシファイしていこうということですよね。で、そうすることによって、まあ、理解が深まる、理解を助けるという、まあ、そういう話です。で、前回お話ししたのはですね、まだ前回のレジュメの部分が終わってないわけですけれども、一つ目の分類として第一節として、国家からの自由、国家への自由、国家による自由という、まあ、そういう分類を紹介いたしました。で、今日お話しするのはですね、第2節ですね、宣言的保障とそれから裁判的保障という、まあ、そういう区別です。で、レジュメで言いますと4ページの第2節のところを見ながらですね、聞いていただければいいんですけれども、まあ、これはですね、まあ、君らの学年はちょっと法学入門イレギュラーな形でね、やりましたから、新聞記者さんとかの、オンライン講演会とかね、弁護士さんのオンライン講演会とかやったので、きちんと普段僕が法学入門で教えるべきことを教えていなかった可能性があるんですけれども、ブリッジブックにですね、第6章で僕が憲法のところを書いてるんですけれども、まあ、そこでお話ししたこと、お話ししてることなんですね。ですので、ちょっと今日授業で聞いてチンプンカンプンという人がいればですね、家帰ってブリッジブックまだ売ってないと思いますが、もう売ったかな、第6章をですね、読んでいただけると理解が深まると思います。で、宣言的保障とそれから、まあ、裁判的保障というのは、これどういうことかというと、その権利の、ね、分類として言っているわけですけれども、その権利の性質とか、あれ権利の中身が、どういうふうに分類できるかということよりも、むしろその権利がですね、どういうふうに保障されるのかという、まあ、そういう観点からの分類です。ですので、まあ、実態と手続きということで言うとね、その権利の実態的な側面、権利の中身を見てですね、からの自由だ、への自由だというふうに分類するようなものではなくて、その権利がどういうふうに保障されているのかという、まあ、そちらの手続き的な側面にですね、関心を置いて、やる分類です。で、宣言的保障というのはですね、もちろん、まあ、1789年の人権宣言とかですね、あるいは、1776年のアメリカ独立宣言とかですね、そういうふうに、こういう権利があるのだというふうに言うという、まあ、言いっぱなしって言ってもいいかもしれませんけれども、宣言することで、まあ、あとは野となれ山となれではないけれども、まあ、とにかくこういう権利があるのだというふうに宣言しておくから、あとはうまくいきますようにという、まあ、そういう、そこでストップするという、まあ、そういうイメージです。ですから、人には表現の自由があるんだ、信教の自由があるんだ、なんとかの自由があるんだということを、まあ、順番に、権利のカタログでですね、定めて、で、あとは、まあ、国王もそれを尊重しろよ、国会も立法者もそれを尊重しろよ、行政、政治を行う人間もそれを尊重しなさいよという、まあ、そういう感じですかね。非常に雑把に言ってしまうと、で、そういうその、まあ、宣言するだけで、あとは侵害されても分かんないっていうのが、まあ、19世紀的なですね、とりあえず国会の法律に、非常に信頼をして、19世紀的な立憲主義で議会中心主義ということを第1回の授業で言ったと思いますけれども、まあ、我々の代表者である国会が我々の権利を制限するような、で制約するようなね、そんな悪い法律を作るはずはないという、そういう考え方から、とりあえず、まあ、憲法典で、あるいは憲法典類似の文章で、こういう権利があるんだ、こういう権利が大切にしなきゃいけないんだということを宣言しておけば、
まあ、それでいいでしょっていう、そういう時代の、まあ、権利のあり方です。でそれではダメよっていうことはもう火を見るより明らかで、その後の歴史を見れば、そういう牧歌的なですね、あるいはオプティミスティックなですね、期待っていうものは簡単に裏切られてしまったわけです。国会制定法、議会制定法によって人々の権利が侵害されるという例はですね、洋の東西を問わず、まあ、様々なところで、様々な形で見受けられるようになったわけですよね。で、したがってその後、権利を、こういう権利があるんだよっていうことを宣言しておくだけでは、まあ、不十分であると、なかんずく我々の代表である国会が、憲法上の権利を制約するような悪法を作ったときに、もう何て言うんですかね、それに対抗する術がない、それでは困るということで、20世紀的な立憲主義、あるいは20世紀的な人権保障の考え方っていうのはですね、国会に対してでも権利を、まあ、守らなければいけないという、そういう考え方から、違憲審査制が出てくるという、まあ、そういう話です。だから非常にこの第2節のですね、宣言的保障と裁判的保障の区別というのは、まあ、単純といえば単純なんですけれども、近代以降の立憲主義の歴史を反映してですね、権利の保障のあり方が宣言的なものから裁判によって保障されるものへと、まあ、変わってきていますよねっていう、まあ、それだけの話です。ですからそんなに複雑な話をしているわけではありません。で、違憲審査制はこれも多分法学入門でも何度か言ったと思いますけれども、まあ、20世紀の第二次世界大戦後から、広がっていくものです。で、それが非常に何て言うのかな、全世界的に活性化していくっていうか、違憲審査制が非常に何て言うんですかね、盛り上がっていくのは比較的最近のことで、1970年代以降だと言われることもあります。で、1970年代以降に違憲審査革命というものが起きたんだというふうに言う、そういう、学者もいます。で、もちろん、もともとね、違憲審査制っていうのは憲法主義を読んでくださった方は面白い対話を僕と内山夏樹さんがやってるんですけれども、違憲審査制って誰が発明したか知ってますかって僕が当時高3の内山夏樹さんに聞くんですよね。で、そしたらもちろん分かりません。で、古いものですかって、結構古いですよ、何人が発明したと思いますって、古いんだったらエジプト人っていうふうに言う場面があるんですけれども、もちろん発明したのはアメリカ人ですね。で、これは1803年に、連邦最高裁判所の判決で、まあ、自らですね、俺たちには違憲審査権限があるのだと、まあ、自己受験した、自分で自分の権限を、そういう権限が俺にはあるんだというふうに最高裁がのたまわったということです。いや、どういうことかというと、そのアメリカの連邦憲法にはですね、違憲審査制というのが定められていないんですね。だから我々は日本語憲法、今条文持っている人は見てほしいですけれども、例えば81条にちゃんと違憲審査制の根拠となる条文が、日本語憲法にはあります。で、大日本帝国憲法にはそういう条文がなかったし、実際、大審院では違憲審査制は行われていなかった、違憲審査は行われていなかった。だからちょっと話が混乱しているように聞こえるかもしれませんけど、だからこそ、ブリッジブックではですね、あの当時の旧憲法時代の権利の保障というのは宣言的な保障にとどまるんだと、帝国憲法に、信教の自由とか財産権とかいろいろな権利が書かれていました、表現の自由も書かれていました。ところが、それをですね、帝国議会が侵害するような悪法を作ってしまったらどうなるかというと、まあ、どうにもならない、それまでよということだったんですね。なぜならば違憲審査制がないからです。だから憲法違反じゃないの、これ憲法に財産権って書いてある、憲法に表現の自由って書いてある、なのに帝国議会こんなひどい財産権侵害の法律作っていいの、表現の自由制約する法律作っていいのって普通はなるんですけれども、まあ、みんながそう考えたとしても、そういう法律ができてしまったら、
どうすることもできない。でこれは初代学部長の三上辰吉先生の本にもそういうふうに書いてあるというのは、何度か紹介したと思います。帝国議会がにもかかわらず憲法違反の法律を作ってしまったら、そしてそれが成立してしまったら、もうそれ以上どうすることもできないんだ。なぜならば帝国議会とは別にこの法律が憲法違反なりや否やを判断する権限を持つ機関が日本には存在しないからだ。こういうふうに三上辰吉は書いています。まあ、そういうわけでですね、権利というものが憲法で保障されていても、それを守ってくれるはずの議会が守らなかった、それを守ってくれるはずの内閣総理大臣がそれを無視したらどうしようもないよっていうのが、まあ、意見審査制のない時代だったわけですよね。で実はその話を元に戻しまして、アメリカの、連邦憲法にも、当然ですけれどもね、18世紀の末に作られた憲法ですから、違憲審査制という考え方はなかった。で憲法典にはそういう情報はないんですよ。ところが、1803年 の、 そのマーベリー vs マディソンという非常に有名な判決の中で、連邦最高裁は、憲法の最高法規制というものをきちんと担保するためには違憲審査権限というものがなくてはならないんだ、でその権限は俺たちにあるんだということを言うわけです。でこれが、まあ、いわばね、違憲審査制の発明なんですよ。だからエジプト人ではなくて、1803年19世紀初頭のアメリカ人が発明したんですね。でその後そういう制度をアメリカがやっている、まあ、実際に1803年から半世紀ぐらいあまり違憲審査なされなかったんですけれどもね、まあ、19世紀後半から違憲審査を積極的にアメリカもやっていくようになりますが、まあ、そういう違憲審査の、プラクティスというものはヨーロッパ人にもきちんと知られていたわけです。それで、ハンス・ケルセン、まあ、これは法学入門で何度か授業で名前出したと思いますけれども、オーストリア人の、まあ、20世紀を代表する、法学者ですね、法理論家ですけれども、ハンス・ケルセンが、そのアメリカでやっている違憲審査制というものを踏まえてね、やっぱりいろいろ考えると、憲法の最高法規制というものを担保するためには、違憲審査制度というものが重要なんだと、不可欠なんだと、まあ、こういうふうに考えて、戦前ですけれども1919年のオーストリア憲法でですね、1920年かな、のオーストリア憲法を、まあ、ハンス・ケルセン憲法学者でもありましたから作るんですよね。で、起草者になって、で、そのオーストリア憲法を作るんですけど、そこに世界で最初の明文規定で違憲審査制を書いたんですね。でこれがオーストリアの憲法裁判所、だからアメリカ最高裁判所が違憲審査権を行使したんですけれども、ケルゼンの頭では最高裁判所、普通の司法裁判所でやるんではなくて、特別な憲法裁判所にやらせた方がいいだろう、まあ、そういうふうに考えて、憲法裁判所というものを1919年、20年のオーストリア憲法で、作ります。でケルゼン自身、初代の、オーストリア憲法裁判所の長官、所長になるんですね。で、戦前の違憲審査制はそれだけです。それ以上の他の国には広がらなかったんですけれども、まあ、第二次大戦後、みんなですね、ドイツもフランスもイタリアもスペインも、そのオーストリア型を真似して、特別なですね、憲法裁判所、あるいは憲法院というものを作ってですね、違憲審査制をやろうということになります。で日本もそうですね、1947年 の、 その戦後の今の日本国憲法で初めて、これはまあオーストリア型ではなかったんですけれども、アメリカ型ですね、普通の最高裁判所が違憲審査権を行使するという、アメリカと同じ制度ですけれども、憲法をちゃんと書いてですね、違憲審査制を始めたということになります。韓国はですね、1987年だったかな、憲法、新しい憲法を作って、でそこで、ヨーロッパ型のね、そういう特別な憲法裁判所というのが、普通の裁判所とは別に特別な憲法裁判所が違憲審査制を行使するという、そういう制度を導入しています。台湾もそうですね、憲法裁判所があります。まあ、そういうわけで、先進国ではですね、大体その
20世紀の、まあ、第二次大戦後からですね、違憲審査制っていうのがバーッと広がっていくんですね。で、1989年以降の東欧が、資本主義化しますよね。東欧革命と呼ばれるものですけど、あの後、旧東ヨーロッパのね、ルーマニアとか、ハンガリーとか、チェコ、スロバキアとか、ああいう国々も、憲法を新しく作り直しますけれども、まあ、その時に大体ヨーロッパ型の、つまり特別な裁判所で、憲法裁判所で違憲審査制を行うという、まあ、そういう制度がどん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 広がっていくんですね。で、まあ、話はさておき、そういうわけで権利というのは、20世紀的にはと言っていいと思いますけれども、違憲審査制で、最終的にはね、違憲審査制で保障されるんだと。でそれはその国王とか行政権、執政権に対抗してだけじゃなくて、我々の国民代表であるはずの議会、国会の作った法律、最も民主的な正当性、デモクラティックレジティマシーを最も持つはずの法律に対してさえ、行われるようになっているんだということですね。まあ、そういう分類が可能だ。これがまあ第2節の話です。で、次に第3節です。で、これもさっさっさといきたいと思います。第3節のタイトルは、ゲオルフ・イエリネックの分類ということにしてあります。イエリネックさん、1851年に生まれて1911年に死んでいますから、まあ20世紀の初頭に大活躍した人というふうに言えると思いますけれども、まあ、イエリネックはですね、まあ、日本の憲法学が非常に、まあ、行政法学もですけれども非常に影響を受けている、それこそドイツの、何でしょうね、まあ、最も重要な人ばっかりがいっぱい出てきて、どれがベストやねんと思われるか、やっぱり最も重要な、広報学者の一人ですね。で、美濃部辰吉もですね、ハイデルベルクに行ってイエリネックの元に留学してるんですね。確かね、滞在中にあんまりイエリネックの授業に出なかったことを後悔しているみたいなものをどこかに美濃部先生書き残しておられたような気がしますけれどもね。で、まあ、イエリネックのものをいち早くね、1930年代だったかな、に日本語に翻訳したりしておられます、美濃部辰吉はですね。まあ上杉晋吉というね、大変なその、秀才でね、それこそ、美濃部辰吉のなんていうのかな、ライバルになる人ですけれども、残念ながら最終的にものすごく国粋主義的なね、右翼的な思想になっちゃって、で弟子も作らずに早く死んじゃうんですけれども、当時はね、東大のその学生だった時代は本当に成績一番でむちゃくちゃ優秀で、だけどその吉原で、飲みまくっていて、で穂積康香大先生がですね、卒業式の日に成績一番の上杉晋吉がいないということ で、で明治天皇から銀時計をね、東大法学部の成績優秀者の一番銀時計をもらうんだけど、上杉晋吉はどこ行ったということ で指導教師の穂積康香先生に聞くと、多分吉原のなんとかっていう女郎屋で 寝てるはずだということでですね、これで馬車でそっちへ行ったら本当にそこにいてですね、で酔っ払った上杉、起きろ起きろ起きろって、もう卒業式始まるぞということで、それで馬車に乗せて着替えて出したという、なんか いろいろな逸話があります。どこまで本当かどうかちょっとよく分かりませんけど、まあ、それぐらい優秀な人で、で、すぐその大学院に行くのかな、助手になるのかちょっとあれですけれども、まあ、憲法学者、それで穂積康香をですね、継いで、東大の憲法の教授になるんですよね。まあ、だけどいわゆるほら有名な天皇機関説論争でね、上杉晋吉と美濃部辰吉と、まあ、大論争になるわけですけれども、まあ、結局上杉晋吉の、まあ、考え方とかがですね、まあ、その後は引き継がれていかなくなると、美濃部辰吉が圧倒的勝利っていうかな、影響力の面でもですね、美濃部学派って言われるものがですね、日本の憲法学を、まあ、席巻していくんですね。だから最終的には非常に不幸な生涯というふうに言えるかもしれませんけれども、でこの上杉晋吉もイエリネックのところに行って留学してるんですよね。
というわけで当時明治大正のですねそれから昭和初期にかけてですねみんな東大の偉い学者たちっていうのはドイツに留学したりフランスに留学したりしてますけれども、まあ、ドイツに行くときに一人頼ったのが、まあ、このイエリネックだっていうことになろうかと思います。まあ、そういうこともあってですねこのイエリネックがそのなんていうのかな国民と国家の関係っていうものをね4つに分類してるんですけれどもその4つの分類っていうのがもうどの日本の教科書にも出てくるんですよ。だからまあ、我々憲法を勉強する人間にとってはこのイエリネックの分類っていうのはもう最初に習う分類でいわば常識になっているもので、まあ、それを皆さんも一応知っておいてねっていうそういう話です。今言ったように国家に対する、まあ、個人ですね国民の地位どう国家とどういう関係に人が立つのかということを4つに分類しています。でレジュメに書いておきまして左から1、2、3、4と4つあるわけですけど1つ目が消極的な地位に立つことがあるとでこれはどういうことかというと、まあ、前回の、ね、分類でいうと古典的な国家からの自由を主張する地位ということに対応すると思います。国家との関係で個人が消極的な地位に立つというのは、まあ、自由を主張するあるいは自分の自由を行使するときにその国家から妨害されない放っておいてもらう、まあ、そういう話ですね。自由を侵害するすべての国家行為の否定を求める請求権、という言い方をしていますけれどもしたがってその下に書いてあるように普通の権利のね、分かりやすい分類でいうと国家に対する消極的な地位というのは自由権普通に言うところの自由権国家からの自由に対応するというふうに考えることができます。で2つ目の地位が、積極的地位ですね。国家に対して個人が積極的な地位に立つことがある。でこれは、自分の利益のために国家の積極的な給付、国家からですね、何かをもらう、何かサービスを受ける、そういうものを請求する、それが国家に対して積極的な地位と呼ばれるものです。まあ、したがって、受益権というふうに書いておきましたけれども、そういったものに、まあ、対応するだろうということになりますね。で、これは前回出てきた話だと、国家による自由。ですよね。国家から何か給付をもらう現代の我々だと生存権とかね、そういう社会保障の給付を受ける権利とかでもう少し古い時代だと、まあ、裁判を受ける権利とかあるいは教育を受ける権利国家というものが我々個人に対して何か給付をするサービスをする何かをくれるで我々個人からすると国家にそういうサービスをくれよ、俺にくれよというふうに請求する。でこれが国家との関係での積極的な地位と呼ばれるものです。でもちろんイエリネックの時代にはその生存権とかね、そういった考え方っていうのは存在していませんので、まあ、現在の我々からそこにあえて当てはめると、そういう生存権とか社会権というものがこのグループに入りますよっていう、そういうことですね。3つ目。能動的地位とそれから4つ目受動的地位と、まあ、こういう分類を、作っています。イエリネックで3つ目 その国家に対する能動的地位というのはですね、国家に対して、まあ、能動ですからアクティブですよね、積極的にというふうに訳すこともありますけれども国家に対して関わっていくというそういう地位ですね。でこれはもう典型的にはもう参政権ということになります。選挙権ですね。それから最後、受動的地位、国家との関係で国民が、受動的なパッシフ、受け身の地位に立つことがある。でこれは義務を意味している。権利とは関係がありません。で、まあ、こういう4つの分類ですけれども、まあ、当然、ここに現代我々がね、人権というふうに考えたときに、当てはまらないものっていっぱいあるんですよ。もちろん、まあ、典型的には出てこないのは、平等権ですよね。憲法14条の平等、これはこの4つの、中には出てこないかもしれない。うまくストンと当てはまらないかもしれません。まあ、ともかくこういうふうに4つに分けるというのが、
ですね、まあ、イエリネックの分類として知られているというので、まあ、知っておいていただきたいというふうに思います。何度も言ってますけれども、分類っていうのは我々の頭を整理するためにね、一つの分類をしているといろいろな権利がなんかこう線が引けてグルーピングできる、もう一つ分類を持っていると別な観点からいろいろな権利をこう線が引けるっていう、まあ、それだけの話ですね。だから別に知っていなくと、知っていないと、まあ、困るっちゃ困るけど、知っていると、まあ、より分かりやすくなるよっていう、まあ、その程度の話ですね。でちなみにイエリネック、美濃部達吉、上杉晋吉の関係についてはですね、東大の石川健司先生という憲法学者が、面白い、まあ、論文を書いておられますので紹介しておきたいと思います。憲法問題っていう雑誌があるんですけれども、年に1回出る、まあ、我々憲法学会の雑誌なんですけれどもね、三省堂っていうところから出ている、まあ、図書館にもちろん入ってますが、その憲法問題の26号というのが2015年に出ています。憲法問題っていう雑誌の26号に石川健司先生が、変なタイトルですが、エンジン、ステアリング、コントロールというなんでこのエンジンとかステアリングとか車の話が出てくるのかというとですね、まあ、このイエリネックの家族に、メルセデスという人がいてですね、まあ、それがメルセデスベンツの、あのメルセデスになっていて、まあ、ちょっと複雑でもないんですけれども、まあ、すごい家庭なんですよ、イエリネックって。ユダヤ人のね、お父さんはそのラビですけれども、ラビだったと思う、ユダヤ教の偉い人でね。で、イエリネックが大学者で。で、息子もいるんですけれどもね、で、娘もいる、そういう話ですね。憲法問題という雑誌の26号に石川健司先生が、エンジン、ステアリング、コントロールという面白い論文を書いておられますので、イエリネックに興味のある人は、あるいは美濃部達吉や上杉晋吉の当時の人間関係に興味のある人は、ぜひお読みになってください。以上が、第3節、イエリネックの分類。でこれは先ほども言ったように、まあ、大体どの教科書にも書いてあるので、皆さん持っている橋部先生の本でも、橋部先生の本でも何でもいいですけれども、日比先生の本にも出てきますので、見ておいてください。最後、第4節です。でこれはですね、タイトルはそこにあるように、日本国憲法の定める権利の分類。じゃあ、日本国憲法に、その10条からね、日本国憲法の第3章に、10条から40条までバーッといろんな権利が書いてあるんだけれども、まあ、それを結局どういうふうに分類するのがいいのっていう、そういう話です。でこれはもう芦部先生通説の分類に従っておきましょうということで、まあ、そこに書いておきましたが、自由権、参政権、社会権、国務請求権、それから包括的基本権、法の下の平等。やっぱり法の下の平等入らないんですよね、うまくね。性質もいろいろ違うし、権利の分類で一つ浮くんですけれども、まあ、大体この6つに分類することができるだろうということです。まあ、大きくね、分けると、これは芦部先生の教科書に書いてあることですけれども、ちょっと読み上げますと、芦部先生の教科書に次のように書いてあります。人権は、まあ、芦部先生は、ほら、憲法上の権利と人権って区別しない人ですから、全部人権って言うんですけれどもね、人権は大別して自由権、参政権、社会権に分けることができる。まずこの大きくこの3つに分けるというのが芦部先生の、考え方です。で自由権には、精神的自由、経済的自由、それから、まあ、バディ、体の自由ですね、人身の自由、あるいは身体の自由、体の自由と言いますけれども、人身の自由が入ります。これがまあ自由権です。でこんなの別に高校の公民じゃあるまいし、暗記する必要はないんですよ。でもこういうのを知っておくと、今後その個別の人権を勉強していくときにその頭が整理されますよということですね。まあ、そんな暗記と思う必要はありません。で2つ目が参政権ですね。選挙権と非選挙権がある。でこれは右にちょん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 で伸ばしておきましたけれども、その前回やった国家からの自由とかの分類関係でいうと、選挙権というのは国家への関与、国家への自由に対応する。で社会権が国家による自由ですね。それから裁判を受ける権利、請願権、こういったものも国家による自由になると、まあ、こういう話ですね。まあ、非常に単純なので、この程度で良いかと思います。
で、まあ、こういう分類を紹介し、いくつかの分類を紹介しましたけれども、とりわけですね、その、まあ、これから個別にね権利を見ていきますけれども、まあ、前回も言ったかな、一つの権利がそのハイブリッドな性格をね持つことがあるということには注意をしておいてほしいと思います。で、例えばですね、職業選択自由、これは通常はですね、経済的自由、ということにカテゴライズされるわけですけれども、まあもちろんその自分の職業を、その自分の職業選択を妨害されない自由というのはですね、まあ、消極的な自由として、必ずしもその経済的側面だけではなくてね、その自分の生きがいとか、あるいは自分の自分らしさとかですね、こういう仕事に就きたいんだ、でそれをとやかく貢献力に妨害されないという意味では、単にそのお金を稼ぐための職業選択の自由ではなくて、むしろ精神的な自由の側面もありますよね。というように、一つの権利がその経済的自由に分類される、精神的自由に分類されるって言って、まあ、それはいろいろ状況とか文脈とか、あるいはその見方によってですね、必ずしもその、一つの性質しか持たないというわけではないという点には常に注意が必要だと思います。さてさてさて、だいぶ飛ばしてきましたけれども、以上で、第2章権利の分類というのが終わったということになります。まあ、だからここまでは別にそのこれから人権論を勉強する上で、まあね、知っておいてねというような感じのいろいろな道具というかですね、物差しというか、まあ、そういったものを紹介してきたということにとどまります。そんなに大切なことを言っているわけではありません。次です。次はですね、まあ、第3章ですけれども、ここからは結構なんかちょっとやっぱり難しい話が出てくると思うんですね。とりあえずタイトルは権利の主体というふうにしておきます。主体っていうのはですね、まあ、その権利を持つのは誰かとか、あるいはその権利を主張することができるのは誰かとか、まあ、そういった話ですね。権利を持つのは誰かというふうな言い方をすると、教科書にはですね、例えば教科書によってはですね、権利の共有主体、共有ってちょっと難しいですけれどもね、共に持つじゃなくて享受するの共とあるっていう感じですかね、共有、権利の共有主体という言い方をしたりとかですね、であるいは権利を主張することができるのは誰か、こういう言い方をすると、権利の主張的確の問題と言ったりする、まあ、いろんな学者によってですね、観点が違うので当然ですけれども、まあ、大まかに言うと権利の主体という、まあ、そういう、非常に簡単なまとめ方でいいと思います。要するに憲法上の権利を与えられているのは誰か、持っているのは誰か、あるいは侵害されたというふうに主張することができるのは誰かという、まあ、そういう問題です。ここで扱う第三章で扱うのはね。でそうすると、いやそんなの国民に決まってんだろうって、何をわざわざ、改めて難しいことを言うんだというふうに思われるかもしれません。で実際日本国憲法の、これも何度も言ってきましたが、第3章の、タイトルねは国民の権利および義務、こういうふうになっている。で最初の授業で人権と自然権の話とか、人権と憲法上の権利の話をしたときに、日本国憲法の11条とか12条の条文を見ましたよね。でそこにはこの憲法が国民に保障するウンタラカンタラは、あるいはこの憲法が日本国民に保障するウンタラカンタラは、こういうふうに書いてある。だから第3章のタイトルを見ても国民の権利及び義務って書いてあるし、で具体的に条文を見ても11条12条権利の総則的な地位にあるね、そういう最初に出てくる、ジェネラルな規定を見ても、この憲法が
権利を保障するのは国民もしくは日本国民だ、こういうふうに書いてあるわけです。まあ、したがって権利の主体は誰か、権利を主張することができるのは誰かと聞かれると国民、はい、終わりなんですよ。でところがまあ当たり前ですけれども、わざわざ権利の主体というタイトルをつけて、一コマ割いてお話をしようとしているというのはそう簡単にはいきませんよという話なんですね。でこれは多かれ少なかれどこの国の憲法でも生じる問題だと思います。そういう意味で、皆さんがドイツに留学してもフランスに留学しても韓国に留学しても憲法の授業に出れば知りませんけど、おそらくね同じような、議論はあるんだろうと思います。でそれは何かっていうと、やっぱり19世紀的な近代立憲主義の考え方っていうのは、なんていうんですか、それぞれの国がね主権国家として独立をして、まあ、ネーションステートになったことがあるかもしれませんけれども、基本的に、バラバラじゃもちろんないんだけど、日本と違って陸続きだから、一応人の行き来は日本に比べるよりたくさんあるんだけれども、まあ、それでもやっぱりフランス国民、ドイツ国民、イギリス国民という観念があって、で最初の憲法っていうのはその国民を国家、公権力との関係でどういうふうに守るかっていうところに眼目があるわけですよ。だから憲法を最初に定めるときに、まずは国民、その国の国民、つまりその国の国籍を持っている人々を対象にする、念頭に置くっていうのは、まあ、当然のことなんですよね。まあ、しかし現代はそういう国じゃ、そういう時代じゃありません。もう国境を越えた人の移動っていうのはもうめちゃくちゃ激しくなってるわけですよ。だから日本には外国人いっぱいいる。19世紀のあるいは明治時代の憲法とは全然状況が違うわけですよね。でそうすると日本国籍を持っていない、しかし日本の領土に住んでいる外国人はどう扱うべきか。でこれは多かれ少なかれどの国でも現代生じている問題だ、こういうことですね。本来19世紀的な近代立憲主義的な憲法っていうのは、まあその国の国民を念頭に置いて作られている。で日本国憲法もそうです。だから国民という言葉をそこかしこで使っている。しかし現実には外国人いっぱい来ている。なんか外国人の財産権は日本の財政が厳しくなってきたときにどんどん奪っていいのかとかね、カルロス・ゴーンみたいな金持ち外人がいたら勝手にその人の財産、蓄えた財産を日本が取っていいのかとか、あるいは外国人のメールは、国家がですね盗み見していいのかとかですね、まあそんなはずはないわけで、それをまあ憲法上どういうふうに考えるのかっていうことですね。まあ、これが国民を対象にしている日本国憲法の下で生じる問題です。それは多かれ少なかれ繰り返しますけれども、どこの近代立憲主義の国でもまあ生じるよねっていう問題です。でこれが一つ今日これから見ていく問題ですね。いわゆる外国人の人権とか、あるいは外国人の権利共有主体性とか、そういうふうに言われる問題です。でもう一つは、これはちょっと日本独特かなっていう問題もあるんですよ。この第3章、権利の主体で、時間を割いてお話ししなければいけないテーマとしてね。でそれが天皇皇族です。まあ今天皇の姪っ子さんが結婚なさるということで、まあ異常なバッシングを受けてらっしゃいますよね。もう本当にひどい話だと思いますけれども、まあ、皆さんどう考えておられるか知りませんけど、僕はねもう本当に好きにすりゃいいじゃんっていう、もうそれに尽きるっていうことなんですよね。その旦那側とかしいか、男側になんかいろいろとスキャンダルがあるらしくって、でそれ面白おかしくなんか悪いやつなんであんなやつと結婚するなんてしかないと、みんななんか親かよお前はってなんか大きなお世話ですよね。本当に好き同士の2人がそれでいいと思って結婚するって決めてるんだから、ほっておいてほしいと思うんですけど、どうして日本っていうのはこんな人様の結婚にやれその
嫁は良くない、やはりその旦那は良くない、こうちょこ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 、それで PTSD までさせてしまうんですかね。こんな残酷なことないと思うんですけれどもね。まあまあそれはいいとして、あの天皇皇族で彼ら彼女らも、日本国籍を持っているという意味では、あ、日本の国民ですよね、まあ、そういう意味では、ね、まあ、しかしご承知の通り、まあ、天皇皇族にはさまざまな権利が制約をされている。これをどういうふうに考えるのかというのが、まあ、これは日本独特の、ね、制度ですから、象徴天皇制というのは、まあ、諸外国とはちょっと一緒にはできない話として、日本の憲法学でやっぱり取り上げなければいけない憲法学、あの論点だと思いますね。だからその外国人どうするのという話は、フランスでもドイツでもの憲法学の授業であるんですけど、天皇皇族どうするのというのはやっぱり日本独特の話だと思います、まあ、そういう話をですね、この権利の主体というところでお話をしていくということになるわけです。ですから、まあ、あの憲法上の権利誰が持つの、誰が主張できるのと聞かれて国民だって、まあ、それはそうなんですけれども、それ以外に結構ややこしい問題があるよねというのが、あの今日これから第3章でねお話しするものということになります。でまず第1節として、そのまあ前提として国民という概念をちょっとだけまとめておきたいと思います。したがって第3章の見出しが権利の主体 で第1節国民ですね。で国民というのは、まあ、通常の法律学の用語ではその国の国籍を持つ人のことなんですよ。だから、まあ、皆さん多くは日本国籍を持っておられると思います。でもちろん持っておられない方もいますけれども、まあ、そこで切るというのが国民という話ですね。でまあ、ちなみにこれに対してその、住民という概念もあってね、住民というふうな概念でもっと議論すべきだという流れは当然ありますよね。特に地方政治、あのこれはあの憲法1でも学ばれたかもしれませんけれども、現在日本では国籍がないと選挙権与えられないわけですよ、非選挙権もね。ところがその考え方によっては、例えば地方政治についてはね、地方参政権については、これ国籍で切らなくていいんじゃないのっていう意見もあるわけですよ。で実際、外国ではですね、まあ、国政選挙を外国人に、与えているというのはちょっと珍しいと思いますけれども、地方選挙については、その地域の住民、まあ、住民自治という言葉を聞いたことあるかもしれませんけれども、まあ、そこに住んでいる住民で決めればいいのであってね、つまりその地域に住んでいる国籍のない人、まあ、日本でいうとやっぱり一番問題なのは在日韓国朝鮮人ですよね。もちろん皆さんの中にもおられると思いますけれども、やっぱりその自分で好き好んできて、で日本で生活をしているという人ばっかりじゃないわけですよ、在日韓国朝鮮人というのはね。だからそういう歴史的背景もありますし、で日本で生まれ育って日本で同じように教育を受けて、で日本で税金を払って日本で就職をしている、で日本で生活をしているにもかかわらず、選挙権が与えられないと。まあ、じゃあ国籍取りはいいじゃないかという割とその、右の人が簡単に言うこともありますけれども、まあ、なかなかそういうふうにその、簡単にですね、言えないような歴史的な背景とかそういう問題があるわけですよね。で、まあ、そこはちょっと立ち入るとややこしくなりますが、少なくともその地方選挙の場でですね、その地域に何年以上住んでいる、そして犯罪を犯していない、ちゃんと税金を納めているとか、そういういろんな条件をクリアした住民にはですね、国籍に関係なく選挙権を与えてもいいんじゃないかという議論は、まあ、昔からあるわけですね。で、まあ、そういう話が、まあ、住民という概念でなされるとき、住民自治とかね、住民主権とかね、そういう言い方をされますけれども、まあ、それとは別にここでお話しする国民というのはやっぱり国籍で切るということですね。ですので在日韓国朝鮮人の人たちは国民には、そういう意味では法律学上は入らないということになります。で天皇皇族は、外国籍とか無国籍ではないので、 もちろんパスポートを持っておられるかどうかちょっと持っておられないのではないかと思いますけれども、日本国籍がある、だからそういう意味では日本国民になる。ところがですね、
国民といった場合にそれだけでちょっと割り切れない使い方が少なくとも憲法ではなされているのではないかということです。で憲法の条文を見ますと、まあ、先ほど言ったように11条12条に国民という言葉が登場するし、第3章の国民という言葉もタイトルにね、ある。でこれはじゃあ国籍を持っている人々の総体というそういう一番広い意味でいいんでしょうか。まあそれで良さそうですけれども、例えばですね15条を見るとちょっと条文見てもらえますか。選挙権ですよね。で国民固有の権利っていうふうに書いてあると思うんですけれども、でも18歳選挙権じゃないですか日本って。つまり17歳以下の人、18歳未満の人にはですね、15条で固有の権利だとされているにもかかわらず、参政権、選挙権が、現在与えられていないわけですよ。で2016年までは、20歳選挙権でしたから、18歳どころか20歳でしたから、18歳、19歳の日本国籍を持っている人にも憲法15条で保障されている権利がなかった。日本国籍を持っている人ということは、これもう生まれたての乳幼児からですね、それからもう100歳、100何歳までということ、全部ですよね。だけど、やっぱ常識的に考えると、子供に参政権なんてあるわけねえだろう。そんな子供が投票していいなんていう国は多分ないと思うんです、僕の知る限りですけれどもね。まあ、そういうわけで、国民っていうふうに憲法が使っていても、その国民っていうのは日本国籍を持っている人全員ではなくて、まあ、いわゆる有権者っていう意味だったりですね、あるいは未成年者を除くっていう意味だったりですね、まあ、そういう使い方がされている可能性があるわけですよ。まあ、つまり国民って言っても、一通りの意味しかないわけではないですよっていうのが、まあ、この最初にですね、お話しておきたかったことということになります。あるいはですね、憲法でいうともう一つ79条、これも見ておいてください。最高裁判所、あ、そうそう、だからこの間さ、この間さって急にため口になって失礼しました。この間、前回の授業でですね、皆さん選挙に行ってくださいねっていう話をしましたよね。今度総選挙があると。で、日本国籍持ってる人は投票できますから、ぜひその、まあ、地元に帰るのができない人は、不在者投票制度が使える可能性があるので早めにですね、ネットで検索をして自分の選挙管理委員会に申し込むのがいいですよ、選挙公示後ですけれどもね、というふうに言いました。で総選挙って衆議院議員の選挙ですから2票あるわけですよ。自分のその住所地の小選挙区に1票と、それからブロックですね、九州ブロックとか四国ブロックとか中国ブロックとかの比例区、ね、に1票です。で比例区はその政党の名前で共産党とか自民党とかそういう党の名前でやるわけですよね。で小選挙区は、まあ、自分の小選挙区の候補者で好きな人に選ぶ、まあ、その2票がある。でそれだけじゃないんですよ、総選挙、衆議院議員の総選挙の時には。この79条最高裁判所裁判官の国民審査、これも行うんですね、同時に。つまり皆さんは3票持ってるんですよ。この3票をやっぱり使わないというのは本当にもったいないと思います。まあ、最高裁判所の裁判官の国民審査については今まで、戦後一度もですね罷免されたことがありませんし、で、まあ、我々でもそうですよ。我々っていうのはちょっと皆さんと違ってっていうので偉そうに言ってるんですけれども、憲法の専門家でもね、大学教授でもそうですよ。知らないもん。15人の裁判官のうちの、もちろん何人か知ってますよ。第三小法というのが勝谷先生、これも行政法学者ですから、もうめちゃくちゃ個別意見に期待してるとか、そういうのはいろいろありますけれども、その誰やねんっていう人がいるんですよね。だからそれを憲法学者でも投票に行ってこいつを辞めさせようとペグをつけるんですけれども、それを判断するのはかなり難しい。法学部生でも難しい。ましてやうちのおとんやおかんみたいにそんな学歴のない一般のおじいちゃんおばあちゃんが
言ってできるわけがない制度ですよね。だから非常にこれ無理のある制度なんですけれども、まあしかし皆さんは優秀ですから、法学部生ですから、やっぱりちゃんと事前にですね調べて、まあ、15人のうち今回何人が審査にかかっておられるのかまだ分かりませんけど、知りませんけど、僕、まあ、大体6、7人ぐらいかな。でそのうちその、まあ、調べてね、この裁判官は、まあ、そんな裁判官あんまりいませんからね、日本でね。その非常に個性が強くてとんでもない意見ばっかり書いてるときにあんまり日本ではないので、これね、アメリカだと連邦最高裁判所の裁判官で9人ですよね。それで、定年がないんですよね。ですからその今のロバーツ長官っていうのは、ブッシュ大統領の時に任命された保守派の人ですけれども、確かに40代かな、51歳か40代後半ぐらいで任命されてるんですよ。でそうするとね、まあ、大体今80、90まで皆さんピンピンしておられますから、あと40年間ぐらいずっと最高裁長官を続けるんですよ。でそうすると、まあ、大体みんな分かってきますよね。ロバーツっていう名前ぐらい、多分アメリカ人なら普通に新聞とかテレビ、ネット見てる人ならもう分かる、まあ、そういう感じです。ところが皆さん言えます、日本の最高裁長官大谷直人裁判官ですけれども、これ多分法学部生でもそんな知らない。なんでかっていうと、日本は定年が70歳なんですね、最高裁の裁判官と長官は。だけど、まあ、大体上がりポストだっていうのもあるから、64、5歳で任命される人がほとんどなんですよ。で64、5歳で任命されたら大体、まあね、要するに4、5年しかいない。ひどいね、ひどいっていうか、なんかあれになると68歳とか67歳で任命と。もうそうすると場合によっちゃですね、4年間は総選挙なくて国民審査1回も受けないままに退任するっていうこともあり得るんですよね。でしかも15人でしょ。だからなかなかね、まあ、もちろんこれはアメリカ人が日本の GHQ の憲法草案を作った時にね、そのアメリカではその意見審査制のレジティマシーをめぐる議論っていうのが絶えず起きるんですよ。でこれにいろんな理由があると思いますよ。例えば日本だとあんまり政治的にね、国論を二分するような意見については、論点については裁判所は判断をしないで避ける、まあ、そういう傾向があると思います。例えばその9条ね、自衛隊が憲法違反なのか違反でないのか、これ日本の最高裁一度も判断したことないんですよ。違憲といったことはもちろんありませんし、合憲といったこともない。違憲か合憲かの判断を避ける、つまり憲法判断回避ですよね。こういうことをするんですよね。で前回お話しした苫米地訴訟、まあ、1960年ですね、1959年前回言っちゃいましたけど、1960年の苫米地判決でも、吉田内閣が勝手に解散したのを苫米地偽造衆議院議員は憲法違反だと訴え、でどっちの理屈も成り立つ、だけど非常に政治的に、まあ対立の激しい問題、そういう論点については統治行為論で逃げた。ところがですね、アメリカはですね、まあ、何でも訴訟社会っていうふうに言うこともありますけれども、まあ、いろんなポリティカルクエスチョンが裁判になるんですよね。でアメリカでやっぱり一番大きいのは今に至ってもそうですけど、人工妊娠中絶ですね、アボーションで、これはちょっと日本の我々の感覚からすると本当は分かりませんけれども、その非常にその南部のバイブルベルトと呼ばれる聖書を、まあ、福音派ってプロテスタントの福音派って言われる伝統主義者の人たちですけれども、まあ、非常に厳格にね聖書の解釈をして厳しい、道徳とか、まあ、そういうものを求めるそういう人たちがかなりおられるんですよね。でそのバイブルベルトの人たちっていうのは、その妊娠中絶っていうのは胎児を殺すっていうのはこれは殺人なんだということで、そのどういう理由であったって許されないと、こういうふうにまあ判断するわけです。でこれをプロライフと言います。命を守れ、命の守る派、プロライフで、これに対して
まあ、どちらかというとその北部のリベラルな人たちとか都市的な人たちというのはその妊娠中絶をするかしないかというのはこれは女性の自己決定権なんだと、こういうふうに考えるわけですね。つまりその自分の体のその在り方をね、女性自身が自分で決める、そういう権利として、人工妊娠中絶を捉えるんですよ。でこれはプロチョイス、選択派で、これがですね本当に熾烈な争いになってるんですよ。で、アメリカはその、まあ、非常に保守的な立法っていうのが州によっていっぱいあってね、で人工妊娠中絶をしたら、まあ、その医者免許を剥奪とか、あるいは刑務所に女性を入れるとか、そういう立法がいろいろあったわけですけれども、まあ、それが1970年代のですね、74年だったかな、ロー vs. ウェイドという連邦最高裁の判決で、違憲だということになって、人工妊娠中絶 OK ということになったんですよね。まあ、ところが、そのロー vs. ウェイド判決をとにかくかいくぐって、まあ、今回テキサス州なんかがすごい法律作ってるんですけれども、やっぱり人工妊娠中絶をさせないように、法律を作ってるんですよね。で、最高裁で、まで、連邦最高裁まで行って、で、なんとか判例変更できないかっていうことを、その、プロライフの人たちは、目論んでるわけですよ。で、そういう問題が、つまり、文字通り国論を二分するような、そして自分たちの信仰とか、価値観とかに、大きく関わるようなね、だからなかなかその容易に妥協できない論点なんですよ、そういうのってもう、その宗教みたい、宗教ですからね。だから、それで9人の裁判官のうちの、ドイツが賛成するか、ドイツが反対するかっていうのみんな国民が注視してるっていう状況があるんですよ。だからこそ、まあ、前回そのトランプさんが、その任期満了の直前にね、女性裁判官を任命しました。であれはルース・ギンズバーグという、クリントンに任命された、非常にリベラルなユダヤ人の女性の法律家が、85歳か6歳で亡くなっちゃったんですよ。あと少し頑張って生きてくれれば、バイデン政権まで生きてくれてればバイデンさんが代わりの人を任命できたんだけれども、寿命ですからしょうがないんですけれども、そのトランプの任期の間に死んじゃったんですよね。でトランプがじゃあ俺が任命するということで、まあ保守派のですね、非常に保守的なカトリックの女性、若い女性ですけれども、を任命する、まあ、そういうことになります。でそうすると、プロライフの人たちは、あよし今度これでリベラル派が一人減った、ギンズバーグが亡くなって、そして入ったのが保守派だから、これで、5対4が6対3になって、こういうふうに喜んでる、こういう状況なんですよね。でもう一つ、まあ、国の二分するのはやっぱり同性婚ですよね。でこれは2014年だったかな、の連邦最高裁で全ステートでできるようになりましたけれども、まあ、これもやっぱり保守的な、キリスト教徒からしたら許されない、神が作ったのは男と女であってですね、その男性同士、女性同士の結婚なんていうのはそれは異常だ、まあ、そういう価値観の人たちからはその同性婚をもう一回やっぱり禁止しなければいけないというふうに考えているわけですよね。でこういうその同性婚とか人工妊娠中絶とかそういった問題がむちゃくちゃその裁判の場で熾烈な対立として出てくるっていうのが、まあ、日本とやや違うところですね。でその9人の裁判官は先ほど言ったように定年がなく、そして、色分けがちゃんとされてるわけですよ。こいつは保守派だ、こいつはリベラルだ、こいつは保守派だ、こいつはリベラルだ。だからみんなその、非常にその最高裁の9人の色分けというのに関心を持ってるし、そろそろあの方もう80超えてらっしゃって、そろそろお亡くなりになりそうです。じゃあ次、今バイデンが任命するのはこう、そういうのがすごい関心を持つんですよ。我々って知らないでしょ今15人のうちの誰がどういう思想の人で、あるいはね、そろそろ誰が辞めるのかとか誰も関心持ってない。でもう一つの話は、アメリカはにもかかわらずそこまでね、民主政治において熾烈な対立を生む問題に口を出す、要介してくるにもかかわらず、憲法上
違憲審査権が書かれていない。先ほど言ったように違憲審査権は1803年のマーフィー vs マディソンで突然始まった。あいつらが勝手に始めた。だから憲法上の根拠がない。したがって、そういう意味でレジティマシーがないわけですよ。だからレジティマシーがないにもかかわらず、そういう微妙なポリティカルクエスチョンに堂々と判断を出していく。でしかも80歳90歳までのさばっている。まあ、したがってそのあいつらを何とかしろ、最高裁の9人 の、 その民主的にも選ばれていない9人がその我々の国を牛耳っている、まあ、そういう議論が常に出てくるわけですよね。でこれブリッジブックじゃない、憲法主義には少し書いたんですけれども、その1930年代にニューディール政策をめぐってね、ルーズベルト大統領と連邦最高裁が非常にガチンコで喧嘩になるということがありました。でその時にもやっぱりもう最高裁を潰せみたいな動きになるわけですよ。で実際ルーズベルト、これルーズベルトはリベラルの大統領 で当時の最高裁が保守派だったんですね。でリベラルな政策を全部憲法違反憲法違反憲法違反って保守派の最高裁が言うから、ルーズベルト怒り狂って、もう、憲法には9人って書いてないんだから人数を増やそう、13人に増やして相手4人の自分で好きなやつ任命したら多数派がひっくり返る、こういうことをやろうとした、まあ、コートパッキングプランです。まあ、そういう経験があったので、 GHQ のエリートたちは日本で憲法を作るときにやっぱり意見審査権は絶対必要なんだけど、それはちゃんと我々の国みたいにいつもそのレジティマシーが問い直されることのないようにちゃんと憲法に書いておいた方がいいよねということで、日本国憲法の81条に違憲審査制の根拠を書いた。そしてどこかの州で、ミズーリ州かどこかで、そういう最高裁の州の最高裁の国民審査みたいな、住民審査みたいな制度があったそうですけれども、まあ、それを参考にして日本の憲法で違憲審査制をやる最高裁には絶対国民は選挙のたびにこの裁判官どうだって言える制度を作っておかないとダメだ、まあ、こういうふうに考えたんだろうと思います。それで最高裁判所の国民審査制度というのを書いたんですね。で実際ね、初期の最高裁は40代で任命されたりとかいう人もいたんですよね、時々。あるいは長官に有名な東大の国際法学者横田喜三郎先生をポンと任命したりとか、あるいは田中幸太郎という商法学者でかつ法哲学者という変わった人がいますけれども、まあ、こういう人をポンと最高裁に任命したりして、でそういう人たちがキャラを出して、でそれが国民審査でもしかしたら嫌われるかもしれない、まあ、そういう運用になりそうではあったんですけれども、まあ短い陽炎のようなエピソードで終わっちゃって、その後は順番に職業裁判官が東京高裁長官を終えたら、その次は東京高裁長官で65ぐらいになったら最高裁に行きますよみたいな、そういうね、なんかまあ順送りっていうか、そういうことになっちゃってるんですよね。で顔の見えない司法とか名がない司法とか言われますけれども、一体最高裁の15人って誰なの、全然 nobody knows、 こういう状況になっちゃってるので、だからその、まあ、最高裁判所の裁判官の国民審査という79条の制度というのは、まあ、全然機能していないということになるわけですね。まあ、すごい雑談が過ぎましたけれども、まあ、そういうわけで、そこで書かれている国民という言葉もね、日本国籍を持っている全員という意味では当然ありませんよね。我々憲法学者でさえできない投票、大学生でさえできない投票を小学生が日本国籍持ってますってできるはずがない、まあ、そういうわけで、まあ、選挙権と同じでやっぱり国民って書いてあるけれども、どうやら憲法が予定している国民審査の国民とか国民固有の権利である国民という場合は国籍だけじゃないよね、ある程度の年齢とかを含んだ考え方のはずだよね、まあ、こういうふうに解釈できるわけです。まあ、そういうわけで少なくとも憲法の条文を見ると国民という場合に広い意味での国民と狭い意味での国民というのが区別することが可能です、まあ、そういう話です。で広い意味では、まあ、常識的な意味で、日本国籍を持っている人、これを国民と言う、でこれは0歳児からもうみんな含まれる、天皇も皇族も含まれる。でもう一つ狭い意味での国民というのは、
まあ、79条の国民とか15条の国民とかそういうその、有権者という意味に近いというかですね、まあ、投票することができるそういう一定の国民、未成年者を除くとか、それから天皇皇族にもこれ今選挙権停止されていますから、彼ら彼女らも選挙権ありません。で本来国民であれば選挙権を停止しているというのはこれはちょっと憲法違反の可能性があるわけですけれども、まあ、そういうふうにはなっていないということですね。まあ、こういう2つの意味を区別することができるだろう、そういう可能性があるということを知っておいてほしいわけです。それからもう1つ、3つ目として非常に抽象的なですね、主権者としての国民という使い方をされる場合があります。これは憲法の前文なんかに出てきますけれどもね、あるいは憲法の1条ですね、天皇の地位というのは主権の損する国民の総理に基づくと書いてある。だいわゆる国民主権という時の国民ですね。でこれはもしかしたら憲法1位でその機能紹介されたかもしれませんけれども、まあ、有権者団と一緒だと考える人もいるし、あそういう考え方もあるし、あるいはいやそうじゃなくてやっぱり国籍を持っている 全国民、ジャパニーズナショナルのことなんだという議論もあります。まあここでは深入りはしませんけれども、とりあえず今申し上げている3つのね、使い方が、されているんだよということを知っておいていただきたいというふうに思います。で、それを踏まえた上で日本語憲法の条文をこれからまあ見ていくわけですけれども、最初に10条だけ少し注意を促しておきたいと思います。まあ、この10条、憲法10条は伝統的に日本の憲法学であんまり深入りしないんですけれども、教科書にも書いてない教科書ありますが、一応ちょっとだけ触れておきますね。でこれは日本国民たる要件は法律で定めるというふうに書いてあるんですよ。つまり、どういう人が国民になれるのっていうのを、つまり国民になる資格のことですよね。国民になる資格はこれを法律で定めるとわざわざ憲法が定めているというものです。これはですね、比較法的に見ると珍しい規定だと思います。諸外国の憲法に国籍要件は法律で定めるなんてことはわざわざ書いてないというか当たり前なんですよね。法律で定めるのは当然で、例えばね、まあ、国籍についてはこれも憲法について出てきたかもしれませんけれども、お父さんとお母さんが日本人だったら、日本国籍を持っていたら、これはまあ基本的に子供は日本国籍ですよね。ただその子供がアメリカで生まれたらどうなるかとか、あるいは国際結婚でね、お父さんは日本人なんだ、日本国籍なんだけど、お母さんは韓国籍だとかフランス籍だとか、まあ、そういう場合にどうするのかとか、それも国々によって考え方が違うわけですよ。出生地主義という言葉を聞いたことがあるかもしれませんけれども、国籍の定め方には大きくね、血統主義と出生主義というのがあって、出生地主義というのは、まあ、かつてのアメリカがそう、もうアメリカで生まれたらみんなアメリカ国籍ありますよ。で血統主義というのは、いやいやお父さんかお母さんかのどっちかに少なくともその国の国籍保持者がいないと、その国の国籍はありませんよという考え方ですね。で日本は出生地主義ではなくて血統主義を取っている。である時まで80年代だったかなまで、父系優先主義でね、男尊女卑ですよ。お父さんが日本国籍だったら日本国籍をあげる、でお母さんは外国人でもいい。ところがお母さんが日本国籍でお父さんが外国人だったら自動的には日本国籍あげないっていう、なんかもう非常に旧態依然たるそういう父親優先主義を取ってたんですけど、まあ、それはさすがに今は男女平等になっています。お父さんかお母さんからどちらかがね日本国籍を持っておられるのかっていうようなことになっています。まあ、そういったことを法律で定めるっていうのはこれはもうどこの国もやってることで当たり前のことなんですよね。だからそれをわざわざ憲法で書く必要はあんまりないんですけれども、まあこれ明治憲法にそういう旧憲法にですね、こういう条文があったのでこれをまあ入れたんだと思います。もともと GHQ の憲法草案にはこの憲法10条なかったんですよ。やっぱりアメリカ人の頭ではそんなの法律で定めるのは当たり前なんだからわざわざ憲法の話でいいじゃんと思ってたんですけれども、まあ、日本政府側がですね、いやいやこれは明治憲法にもある条文ですから
ぜひぜひ入れたいんですって、第3章の最初に載せたいということで、まあ、載せたということになっています。ごめんなさい、日本政府の修正じゃなくて、衆議院の修正ですね。衆議院の修正で、帝国議会の衆議院で付け加えられた条文であります。まあ、その程度でいいと思います。10条はですね、まあ、本当はね、ちょっと立ち入った話をするとね、10条で日本国民たる要件を法律で定めると、こういうふうに書いてあるときの、その国民っていうのは、一体何なのか、国籍保持者という意味なのか、で、したがってそうだと解すると、国籍保持者たる要件は、つまり国籍取得の要件は、法律で定めるという意味になりますよね、10条は。で、それを実際に受けているのが国籍法という法律です。で、国籍法の1条を見ると、まあ、これも6法に載っていると思いますけれども、日本国民たる要件は、この法律が定めるところによる憲法10条と同じ条文が、まあ、書かれているんですけれどもね。で、ところが、さっき言ったように、その後の11条になると、この憲法が国民に保障する権、12条になると、この憲法が国民、日本国民に保障する権、こういうふうに出てくるわけですよ。10条の国民というのは、どうやら日本国籍を持つ人の総体という意味になりそう。つまり、乳幼児も天皇も皇族も含まれ、全国民。だけど、11条、12条の国民というのは、まあ、ものによっちゃ未成年省かれるし、それから、やっぱり天皇皇族ですよね。だから10条と11条以下の間には国民概念に、まあ、断絶があるというか、あれ隣り合った条文なのに10条の国民と11条以下の国民で入る人入らない人の差があるのではないかという、まあ、そういう議論がちょっと可能です。ただ、まあ、この問題はあんまり議論されていなくて、まあ、議論する実益もそんなにないということなのかもしれませんけれども、むしろそのこれから見るね、天皇皇族の権利とか、あるいは外国人の権利保障の問題とか、そういういわば格論的な論点で順番に見ていくことの方が、実益もあるし、より重要だということで、まあ、置いておかれているような気がするんですよね。ただちょっとこだわるとね、こだわって考えると、10条の国民と11条以下の国民というのはやっぱり違うんじゃないかなという気がしなくもないですよね。でそうだとするとなんかやっぱり気持ち悪いですよね。隣り合った条文で同じ国民という二字熟語を使っているにもかかわらず意味する内容が違うというのはなんとなくねちょっとすっきりしない気がしますね。まあだからやっぱり10条というのはその憲法改正するときにはですね、もう削除してしまえばいいんじゃないかなという気もしなくもないですけど、まあでもあんまり別にわざわざ削除するために改正する必要もない、まあその程度の問題です。だからちょっと引っかかるということをちょっと念頭に置いておいてほしいと思います。でそこで今日は、第2節、天皇皇族に入りたいと思います。今お話しているのはその権利の主体としてね、天皇皇族に、日本国憲法上の権利の主体性が認められるのかという、まあ、そういう話ですね。レジュメはですね、めでたく今日お配りしたものに入れて5ページに行っています。第2節、天皇皇族です。でこれは先ほど言ったようにその立憲主義国どこでも問題になる国民概念、国民の権利保障という論点でどこでも問題になる外国人の問題とは違ってやっぱり日本独特ですね。ラテン語でスイ・ゲネリスと言いますけれども、他の国の立憲君主とやっぱり全然違うんですよね、日本の天皇。まあ、これは憲法1で習われたと思います。まあ、一番大きな違いは、憲法4条ですよね、国政に関する天皇を許しないと書いてある。で、まあ、どこの国でも立憲君主っていうのは象徴なんですよ。だからそういう意味では日本の1条と同じような意味で、君主が象徴の地位にあるというのはおかしい、それはおかしくないんですけれども、その徹底して国政との距離を保つ。国政と距離を離すっていうそういう、憲法というのは独特ですね。いざという時に君主が出てこないようにしている。いざという時にも、君主が出てこないようにしている。ですのでその天皇のさまざまな国事行為というのは、
まあ、第7条に列記されて第6条と第7条に列記されているわけですけれども、すべて形式的なものでしかないというふうに憲法学は考えているというのは学ばれたと思います。ですから特定の法律に天皇が署名をする、そして交付をするというのはこれ国事行為で天皇の職務として定められていますけれども、天皇ご自身がですね、いや俺はこの法律嫌やねんということで署名を拒否する、そういう自由は天皇にはないということですね。前回名前を出した戦後の憲法学の通説を作ったですね、美濃部と足部の間にいる、宮沢俊義先生は日本国憲法の想定する天皇というのはロボットというふうに言っています。今なんかロボット、天皇はロボットなんだとか言うとですね、ちょっと右翼の人から怒られそうですけれども、憲法上の日本の天皇というのはね、日本国憲法上の天皇というのはその脳という自由がない、そういう生身の人間であるにもかかわらずですよ、そういう極めて特殊な地位に置かれているんですよね。で、まあ、そういった話です、日本独特のっていうのはね。で、なんでこんな話が、まあ、一つのね、わざわざその説を作って問題に、取り上げられるかっていうと、まあ、これは言うまでもなくその天皇皇族にあまりにも人権がないからですよ。まあ、今言ったそのロボットにしようとしているっていうのもそうですけれども、生身の人間であるにもかかわらず、まあ、ありとあらゆる自由が制約されているということですね。で、これがもしも天皇皇族が日本国憲法第3章にいう国民に含まれるんであれば、同じ国民の中であまりにも権利を制約されている国民と普通の国民がいるということになりますよね。それはちょっと憲法上どうやって正当化するんですか、そういう話です。まあ、あるいはそれとも、もう天皇皇族は国民じゃない、こういうふうに考えるのか、まあ、そういう話です。ここ で解釈論上は、天皇も皇族も日本国憲法上の国民に含まれるのだという肯定説と、含まれないのだという否定説がありますけれども、まあ、両方有力ですね。どちらもね、拮抗しているというふうに言っていいと思います。まあ、もちろんその眞子さんの本当に気の毒な、ね、状況を見ても分かりますけれども、天皇皇族にあまりにもその人権が制約されているというのはもう例をいちいち挙げる必要もないぐらいです。でもちろん選挙権がないというのは先ほど言いましたし、それから、まあ、おそらくですけれども職業選択の自由もないですよね。天皇を辞めると言えない、あるいはその婚姻の自由もない、皇室会議の議を経なきゃいけない男子、ね、で表現の自由も、まあ、事実上はないですよね。言っちゃダメと誰も大っぴらには言いませんけれども、まあ、言えないこといっぱいあるだろうし、まあ、そういうわけでですね、憲法上我々日本国民には、保障されているはずの権利自由がですね、天皇一家皇族一家には、まあ、全然保障されていないということです。で、先ほど言ったようにそれをどういうふうに説明するのか、そういう現実を、まあ、いい悪いはもちろんそれぞれの価値判断であるんですけれども、まあ価値判断で言うと僕はね、やっぱりその天皇を辞める自由がないっていうのはこれは恐るべきことだなと思いますね。だから今の上皇さんが退位の意思を表明されたということがありましたけど、ビデオメッセージを、ね、出してね。で、あれは多くの保守派の人たちはあれが前例になっては困るということで、どんどん問題が広がっていって、天皇が次の天皇が次の次の天皇、その次の天皇がみんな辞める辞める辞めるって言い出したら、皇室制度、天皇制度維持できなくなるので、まあ、今回平成の天皇がそういうふうにおっしゃったのもしょうがないとして、もうそれだけにしたいというふうに保守派の人たちは考えて、で皇室典範を改正するんではなくて皇室典範特例法というのを作ったわけですよね。憲法には皇室典範を定めるところによりって書いてあるにもかかわらず、皇室典範特例法という、そしてその特例法にはちゃんと
何年何月のお言葉に鑑みみたいに、もう完全な、なんていうのかな、個別法ですよね。だから一般的にその生前単位あるいは上位の制度を皇嗣典範に作るという選択肢もあったはずなんですけれども、それを避けて今のこの天皇、昭仁さんですね、昭仁さんの体だけをなんとか認める、そういう法律を作ったと。でそれ以降はやっぱりそういう体の制度なんて日本にはないんですよ、皇嗣典範の本則には、上位の制度、生前単位の制度っていうのはないんですよ、まあ、そういうことにしようとしているわけですよね、日本の立法者は。しかしその生まれ親ガチャっていう言葉がありますけれども、究極の親ガチャですよね。そこに生まれてしまったらもう、そして男子であればもう継がなきゃいけないということになっているとするとですね、まあ、それはあまりにも生身の人間としては酷なんではないかと。で、辞める選択肢もあるんだけれども、まあ、しかしそういう家に生まれたし、自分の運命として引き受けて、そして頑張ろうということであれば、さまざまな特権とさまざまな制約というものを引き受けるということもあろう、あり得ると思いますけれども、辞める自由がないのにっていうのは、これはちょっと人権侵害のあり方としてですね、正当化できない可能性がある。というわけで、その憲法学者の中で、まあ、僕の考えはそうですけれども、今僕が言ったような、その単位の自由だけはやっぱり認めないとダメなんではないかというふうに、教科書レベルではっきり書いておられる方は、まあ、何人かおられます。僕の師匠の高橋和之先生もそうですね、単位、辞める自由というのはやっぱり認めなきゃいけない。前回お名前を出した奥平康弘先生なんかも、もう早くからそういうことは言っておられますね。で、まあ、ちょっと話がずれましたけれども、それはなんとなく僕の、その、まあ、解釈論じゃなくてね、人間としてそうあるべきではないかと。天皇の地位にある方が、おせっかいですと、あまりにも気の毒に思えるので、やはり、特定の条件を課すが満たされた場合にはね、辞めたいとおっしゃったら辞められるように、するのが、いいんではないかと、まあ、それはもう完全な僕の価値観です。だから皆さんはそう考えられないかもしれない。それはまあどうでもいいんですけどね。で、仮にその制度的に、単位の制度を作ろうと思ったら、これはもう非常に簡単で、日本語憲法に世襲ということが書いていますので、世襲というものを、変えるためには憲法改正しなきゃいけませんけれども、死ぬまで天皇の在位につかなきゃいけないということは憲法に書いてないので、だからそれは皇嗣典範の話ですね。で、皇嗣典範というのは国会の議決したって憲法に書いてありますけれども、典範という名前を使っているけれども、普通の法律ですから、国会でその時々の民主的な多数派で議論して改正をすればいいわけです。まあ、今問題になっている女帝の問題も、女性天皇の話もそうですよね。だからそれも皇嗣典範を変えればいいわけで、だからそれを国会でカンカンガクガク、ケンケンゴーゴー議論すればいいんですけれども、どうも天皇とか天皇制度についてはですね、皆さん腰が引けちゃって、よく、まあ、訳のわからないといったら失礼ですけど、不思議な人選のね、有識者会議に答申を出してもらって、そしてそれをそのまま国会で粛々と賛成してですね、やっていくという、まあ、おかしな、国会が立法者としての皇嗣典範を改正する権限を持っている主体であるはずにもかかわらず、全然そういう議論をしないでですね、有識者会議に丸投げしている、ちょっと不思議なんですけれどもね。で、そうこうするうちに、当事者たちはどん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 、女性は結婚して出ていく、そして男性は年を取っていくという感じで、皇族の人数もまあ減っていくということですね。でも今みたいなああいうとんでもない報道ね、女性皇族が男性と結婚して皇室を出ていくっていう、それだけなのにその男性がけしからんとですね、こちらとこちら言う、こういう報道が続くとですね、もう今後その女性で皇族に入ね、男性と結婚するために皇室に入ろうという人ももういないんじゃないかなと思いますけれどもね。あんな目に、あれの気じゃないですよね。女性が今度皇室に入って、そして今の悠仁さんですか、秋篠宮家の長男と結婚する。で、彼は、
次の次の天皇になりますから、今の皇嗣典範の順番だとね。でそうするとその皇后になるわけですよね。だから彼と結婚しようっていう女性は相当ななんかいろんなプライバシー侵害とかね、さまざまなその週刊誌報道とかにもう耐えられなきゃいけないということになるので、本当に、うん、気の毒というか異常な世の中だと思います。なんでそっとしておかないんだろうとすごく思うんですけれどもね。まあまあそれはさておき、そういうわけでその日本独特の制度である天皇皇族というのが憲法上の権利の主体としての国民に含まれるのかというのが、まあ、ここでの問題で、少し話がそれました、恐縮ですけれども。で、まあ、これはですね、先ほどその言ったように肯定説と否定説と両方あるというふうに言いました。通説、それから政府見解はですね、天皇も皇族も日本国憲法第3章の国民に含まれると言っています。つまり肯定説ですね。じゃあ含まれた上であんだけ権利侵害されているのはどうやって正当化するんですかっていうと、まあ天皇だもん皇族だもんっていう、そういう説明になっています。憲法が世襲という非常に独特の地位の承継の制度を定めている。それから天皇には、象徴としての地役割が憲法上求められている。それから天皇には憲法上、国事行為、列挙された国事行為を行うことが要求されている。でそういうふうに普通の国民にはないさまざまな特殊な地位とか役割が憲法上定められているので、従ってそれに伴う限りでの普通の国民と異なる権利制約は正当化されるのだというのが、通説であり政府見解であります。まあそれ以外説明できないのかもしれませんけれどもね。で前提からして天皇も国民なんだ、国民に含まれるんだというふうにそこから議論をスタートしてしまうと、じゃあなんでその天皇の権利侵害は許されるの、でそれは天皇だもんって言うしかないっていう、そういうことなんだろうと思います。でこれに対して否定説は、やっぱり天皇とか皇族っていうのは、憲法の国民には含まれないんだ、まあ、そこから出発しようという、まあ、そういう議論ですね。長谷部先生とか樋口良一先生とか、あるいは、高橋和之先生ですね。だから東大の3人の先生はみんな否定説だと思います、まあ、ちなみに肯定説は足部先生とか宮沢俊夫先生とかですね、まあ、だから今の生きておられる、東大系の先生はみんな否定説になっているということなんですかね、まあ、そういうふうに色分けすることができるかもしれません。まあ、樋口先生の言い方だと、もともと憲法上の権利、人権の考え方っていうのは、その君主に対してね、主張されるというものであったんであって、まあ、そういうその人権の18世紀的、19世紀的な、歴史とかですね、そういう背景というものを考えると、やっぱり君主は君主であることをやめて、初めて人権の主体となるんだという、そういう脈絡が大切なんだ、こういうふうに憲法教科書に書いておられたと思います。まあ樋口先生一流のややそのレトリックなところもありますけれども、だって今の天皇は君主じゃありませんからね、そういう意味では、ね、伝統的な君主はありませんから、まあ、だからこそこういうややこしい議論になるんですけれども、まあ、しかし普通の人ではないわけですよね。憲法上さまざまなその制約が置かれている、まあ特権と制約があるわけですけれども、したがってそういう地位にいる以上はその限りでさまざまな権利制約が生じてもしょうがないというその通説の考え方っていうのはまあ分からなくはないですけれどもね。まあでも消極説はやっぱり国民じゃないんだというふうに言う、まあしかし大きな差はないですよね、これはね。国民に含まれるから、どうなんだということも言えないし、国民に含まれないからどうなんだということもできない。何の違いがあるかというとですね、いやどうしてこんな名だたる学者が、そんなほぼ違いがないとすると、どうしてそんなところにこだわるのかというと、それはやっぱりこだわる理由があるからです。これいつも僕が言ってるように、学説のなんか分類とかね、A 説は多数説で B 説が少数説とか、そんなことを覚えるのは本当に意味がなくて、
そうではなくて、なぜ1分だけすみません、なぜ偉い学者がそんなあんまり A 説とっても B 説とっても変わらないように見えることにこだわっているのかというところを考えるのが重要なんですよ。でそれは、今日の宿題ということにしておきたいと思います。もう時間がないので、皆さんが自分で教科書を読んで、なぜその教科書の人はね A 説をとって B 説を批判しているのか、なぜあなたの持っている教科書は B 説を取っておられるけれど、なぜその先生は B 説を取って A 説を批判しているのか。天皇を国民に入れる、あるいは天皇を国民に入れないということで何が変わってくるんですか。でそれをちょっと考えておいてください。まあね、あの学者がこだわってるから意味があるんだというような言い方をしましたけれども、実際ね、まあ、それでもそんなにあんまり意味はないこだわりかもしれない。まあ、どっちやねんって話で恐縮ですけれども、まあ、あの常に一貫して僕が言いたいのは、その学説がなぜそうやって対立してるのかっていうところを自分で考えて、じゃあやっぱり私は A 説の方がいいな、私は B 説の方がいいなっていうふうにね、やっぱり考えてくれることが大切なんですよね。というわけでちょっと話が尻切れトンボに終わりましたけれども、一応これで、第2節の天皇皇族っていうところは終わったということにしておきます。で第3節は、レジュメにも書いてあるように、団体法人ですね。それで第3節が終わると、いよいよ第4節外国人、こういうふうに入っていきます。それで権利の主体というところが終わるということになろうかと思います。はい、それでは、また木曜日にお会いしましょう。終わります。ちゃんとこれ、はい、今撮れてる。すごいね、撮れてるよね。